気を取り替えましょう。この感情を忘れないようにすぐに繋ぎましょう。戦いは続きます。まずは来週水曜日、天皇杯ベスト8をかけた戦い、ラウンド16大甲子園、勝ちましょう。勝ってベスト8に進みましょう。まず天皇杯、そして来週末、ここ大阪不動産スタジアム対横浜 F マリノス、対横浜 F マリノスです。